金華新年明けましておめでとうございまーす。ドドチューブです。本年もよろしくお願いします。あ、去年はじゃあどんな年でしたか？去年は、妊娠をしまして、いろいろこう体調と向き合うことがあったりとかしたんですけれども、お仕事も、通年通りやらせていただいて、とても、忙しくさせてもらいながらも、こう、休み休みやらせていただいたんですけれども、今年はですね、どうしましょう。うさぎ年ってことで、ぴょんぴょん系でいきたいと思います。OK。 はい、短いね。今年もね、でもさ、挨拶動画はさ、もうめっちゃ一瞬で終わんなかった。いや、なんかちょっとだけ終わって、ちょんと喋って終わってました。はい、抱負とかないんですけど、ないんですよね、そういうの。抱負ないの？抱負ない。なんかでも、来年のハードルが上がりましたね。渚とね、タティがヘアとメイクをしてくださったんですけれども、今年はなぎちゃんがもう家に入ってきて瞬間に、今年は開運でやりますってことをおっしゃっていて、私はメイクはお任せしてたんですけれども、こういうふうに 金塗りで金閣寺調に仕上げてくださったので、間違いないかなと思って、顔面はね、間違いないです、ま、顔面間違いなくて、でお着物もね、ゆりあちゃん着せてくれたんだけど、こうやってゴールドとゴールド、うん、でしかもね、このなんていうんだ、赤もめでたいじゃない、お正月っぽいじゃない、うんうんうん、でブルーって私なんか自分のなんていうんだろう、ラッキーカラーだと思ってるんですね、はい、なので全てが開運、全てが爆上げなのかなって思ってます、2023年、はい、なのでしっかりと地に足つけて、地に足つけて言いたいだけ言いたい、はい、しっかりしていきたいなと思ってます、はい、なので皆さん今年も YouTube たくさんたくさん見てほしいし、チャンネル登録もしてほしいし、視聴回数も爆上げみたいな感じで上げてってほしいなとは思ってるんですけど、ただリラックスしながら子育ての方とかもやっていきたいなと思ってます。よろしくお願いします。